Bonjour! 皆さんこんにちは。アンサンブル講師のやすこです。今日はスタッフのみきさんと一緒にフランスで販売されているクッキーの紹介とそれにまつわるフランス語の表現も紹介します。ではみきさん、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はなぜクッキーに絞ったかと言いますと、フランス人はとってもクッキーが大好きなんです。なのでスーパーなどでね、本当一列全部クッキーだけっていうコーナーがあるので、今日はクッキーのその一部を紹介してみたいと思います。これ混ぜてみましょうかね。これね、これね、なんて書いてありますか？ミカド。実は中身はそのままグリコポッキーなので、食レポは今日はこれ割愛でいいですかね。はい、味もそのままポッキーですね。ポッキーです。じゃあこれは置いておいて、じゃ紹介したかっただけです。じゃあ次、こちらギャレット。これエールフランスに乗ると機内サービスでいただけるお菓子ですね。はい、実はこれね、サクサクですごく美味しいんですよね。では早速開けてみましょう。綺麗に入っていますね。4つの袋に分かれてまして、小分けの中には5枚入っています。ではこちら中身を開けてみます。さ、意外と薄いですね、この薄いギャレット。感じです。断面は、あー美味しそう。すごいサクサクして、うん、香ばしいですね。サクサクして、うん、美味しい。歯ごたえもすごく強いですね、うん、カリカリサクサク。この歯ごたえが強いという表現、マジでやってみましょう。セカカン、セカカン、セカカン、セカカンと言います。この歯ごたえが強いという表現、ぜひ使ってみてください。そして先ほどミキさんがおっしゃったこのクッキーはサクサクして美味しいという表現、こちらも一緒に言ってみましょう。スビスキュイエクスティオンエデリシュー、スビスキュイエクスティオンエデリシュー、スビスキュイエクスティオンエデリシュー、という表現になります。ぜひ使ってみてください。ではどんどん次に行ってみたいと思います。こちら、このリュっていうマーク、よくスーパーでご覧になったことないですか？リュ印でもこれね、私ね、リュって書いてあるのでリー読むの過去分しかと思ってなんで読むって書いてあるんだろうなって最初の頃思ったんですけど、これは固有名詞リュというブランドのクッキーです。じゃん、これなんかちょっと小さい穴がいっぱい開いてて、生地もなんかピザパイ生地みたいな感じですね。お砂糖が塗ってあります。えい、お、パキッ。あ、バターの匂いがすごいね。ではいただきます。うん、香ばしい。あ、美味しい。クッキーよりもバターが多いクラッカーみたいな感じがします。クラッカーですね。クラッカーに砂糖をまぶした感じで、うんうんうん、なんかすごく美味しい。いい意味で裏切ってくれた感じですね、うんうん、すごく。あともう本当バターの味が香ばしいですね、これ、うん、すごくいい匂い。はい、では先ほどから私たち美味しそうってずっと言ってますけれども、まずその表現、サーレアボン、サーレアボン、サーレアボン、サアレボン。このボンの代わりにデリシューを使うこともできます。サアレデリシュー、サアレデリシュー、サアレデリシュー。そして散々しつこいですけれども、バターの味が香ばしい、その表現は Le goût du beurre est savoureux、 Le goût du beurre est savoureux。Le goût du beurre est savoureux。 そして甘さ控えめで美味しい、 C'est peu sucré mais c'est très bon、 C'est peu sucré mais c'est très bon、 C'est peu sucré mais c'est très bon。 ぜひこの表現使ってみてください。はい、ではもう一度今度リューシリーズですね、ここのリューのマークの別のクッキーをいただきましょう。ラ・パイユ・ドゥーという名前で、ウェハースみたいな感じですね。
まあ、では開けてみたいと思います。あ、すごいイチゴの匂い。袋を開けてみるとこのような形でブロックになって、すごいガッチガチに入ってました。あ、しかも薄い。この間にすごい手にかかります。いちごジャムが入った形です。ではこちらを真ん中を切ってみましょう。お、見て見て、にょん。食してみましょう。いちごのジャムの匂いがすごいですね、これね。外味ですね。ウェハースっぽい。そしてジャムが濃厚ですね。濃厚ですね。で、甘すぎるかなと思ったんですけど、そんなに、ね、さっきと同じように甘さ控えめで美味しいですね。どん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 食べてしまう恐ろしいクッキーですね。では続いてこちら、この赤いチェックのマーク、日本でも結構有名になりつつあるブランドじゃないですかね。ボンヌマモンタルテットシリーズです。シトンレモンミニタルトというクッキーです。この赤いチェックがね、可愛いんですよね。綺麗に入ってますね。じゃじゃん。あ、レモン、はい、濃厚そうですね。この本当にブランジュリーパティスリーで売ってるようなタルトみたいなイメージですね。レモンの匂いもとても濃厚です。レモンパイ、ちょっとこれ甘すぎる感じがしてますね。レモンの、確かにジャムのところは普通のレモンタルトだともうちょっとさっぱりしてる感じがするんですけど、これなんかクッキー要素が強い、ちょっと甘すぎるかな。なんかボンドナーなんてもうちょっと甘さ控えめってイメージがあったんですけど、なんかレモンジャムがすごい甘い気がしますね。じゃあそんな時に使いたい表現、甘すぎる。 C'est trop sucré.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  では C'est trop sucré ですけれども、例えば誰か、ね、お友達にクッキーいただいた時に C'est trop sucré って言ってしまうとちょっと角が立ってしまうので、綺麗な断り方として、いや私にとってはちょっと甘すぎるかなという表現、C'est trop sucré pour moi. C'est trop sucré pour moi. Pour moi という一言をつけるだけでもグッとエレガントになります。ぜひ覚えてみてください。では次に参りましょう。このブルーのパッケージがとても綺麗ですね。これ何だと思いますか？ Croissant de lune と書いてあります。これ三日月っていう意味なんですよね。写真を見てもらうと分かるんですけど、クロワッサンの形って三日月みたいじゃないですか、はい、でフランス語で三日月のことを実はクロソン・ド・リューヌって言うんですね。なのでこのクッキーは三日月クッキーとでも言うんでしょうかね。中身を見てみましょう。じゃ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 ーん、シュン、出してみます。やっぱりちょっと小分けされてないと締め、一度に食べきれなかったときに締めるのが怖いですよね。締めりそう。クロワッサンの形というか三日月このクッキーいただきます。甘さ控えめですね。こちらノアゼットの味が濃厚ですごく大人の味かな。そうですね、甘いのが苦手な方でもいけちゃいますね、ね、私もすっごい甘いのがきついのでちょっと苦手なんですけど、これすごく食べやすい、サクサク食べてしまいそうなんですけれども、これ先ほどの小分けパックと違って一気にこことここも離れてないタイプなんですけれども、こんな時に気になる言葉って何ですか？そうですね、締め、よくこれパンとかクッキーでもよく使う、ちょっとこれ湿ってきた感じしちゃったねみたいな、湿ったねみたいな表現ちょっと知りたいですね。はい、時間が経ってこれちょっと湿ってるよねという表現でみたいと思います。 C'est humide. C'est humide. C'est humide. またはce n'est pas très sec. Ce n'est pas très sec. という2つの表現ができます。ちょっと湿った時に使ってみてください。では最後の一つをご紹介します。こちらパッケージングも
とても大人っぽい、洗練されてるハート型で、このストライプのチョコのね形もすごく素敵です。中身はどうでしょうか。ハートが可愛いです。はい、ハートはなんか割るのってなんかちょっと罪悪感を感じますけど、見てください、これ2層のクッキーになってますね、うん、これ最後に持ってきてとても美味しいクッキーが残っていました。私一番このクッキーが、好きですね。もう一番、今回のクッキーの中で一番美味しいという評価が出てきました。実はこのクッキー知らなかったんですけど、一番期待してなかったんですが、甘さ控えめでサクサクしてて、大人の洗練された味で、すごく美味しかったです。まさに、私なんかむしろパケ買いしたくなるようなおしゃれなクッキーだなと思ったんですけど、味も美味しい。ちなみにこれって結構高かったんですか？全部すごく安かったんですよね。はあ、やっぱりスーパーで買えるクッキーでもとても美味しいんですね。フランス、やっぱり食の国ですね。そうですね。いかがでしたか？あなたもフランスに来て、フランスのスーパーでぜひクッキーを買って食べ比べてみてください。今日はミキさん、ありがとうございました。ありがとうございます。それではまた次のレッスンでお会いしましょう。アビアント！ボナペティ！